お願いします。かしこまりました。それではカップルということを証明してもらうため、お互いに好きだと言い合っていただけますか。うま、はい、カップル限定の食べ放題をご注文の方にはお互いに好きと言い合っていただくよう、先ほど記入してもらった紙の注意事項に記載してありましたが。なるみくん、その注意事項って読んだ？どうしてそんな大事な内容を読まなかったのよ。その場合は通常のメニューでのご注文になります。ここでいいわ。好きって言い合いましょう。だって言わないと食べ放題にならないんだから仕方ないわ。もしかして言いたくないの？私は言えるわ。食べ放題のためだもん。うん。でもそっちが先に言ってよね。好きっていう言葉の前には下の名前をつけてくださいね。にゃっ、ちょっと待って、ありがとうございます。では彼女さんの方もどうぞ。え、あ、はい。コウキ大好きよ。え、今私なんて言った？彼氏さんのこと大好きだとおっしゃった彼女さんは初めてです。大好き。ありがとうございました。これでお二人がカップルだということが証明されましたので、こちらのメニューから好きなものをご注文ください。違うんです。気づいたら勝手に口から出ちゃって。勘違いしないでよね。今のはハプニングっていうか。
大体そっちが好きだなんて言うから。私はちょっと待ってって言ったわ。それはそうだけど。忘れられるわけないじゃない。なんでもない。ねえ、なるみくんはたくさんご飯を食べる女の子ってどう思う？そうなんだ。一応、私だって年頃の女の子なんだから、いくら食べ放題と言っても、少しは遠慮しようかなとか思うじゃない。分かったわ。お待たせしました。カルボナーラとエビとトマトのリゾット、シーザーサラダ、ミックスピザ、チキンソテーになります。え？うん、そうだけど。シーフードドリア、キノコスパゲッティ、ビーフシチュー、お待ちどうさまでした。これでおしまいにしておくわ。デザートが入らなくなっちゃう。なるみくんはカレーライスだけでいいの？ブラウニーアイスクリームとアイスティーになります。まだご注文は終わりでしょうか？いえ、これでおしまいです。はぁ、いろいろと落ち着いたわ。じゃあ演劇の感想を言い合いましょうか。なるみくんは今日の劇どう思った？